衆議院議員選挙を受けた特別国会が今日招集されました。午後には安倍総理が第98代内閣総理大臣に選出され、夜には第4次安倍内閣が発足します。中継です。はい。審議から逃げるのかなどという野党の声もあり、政府与党は間際になって特別国会を1ヶ月以上開くことを決断しました。 与党側は今朝幹部が会談し当初今月8日までと提案していた特別国会の会期について12月9日までの39日間とする方針を確認しました安倍総理の所信表明演説とそれに対する代表質問を行いさらに予算委員会の開催にも応じる考えですただ与野党の質問時間の配分については調整が続いています 国会で野党の時間を奪うというのはまあ全く私は、まあ、ありえない話だと国会はできるだけ長く開いていただいて所要の法案とともに外交やその他の問題についてもしっかりと議論をしていただけるよう皆さんにもお願いを申し上げます与党が野党の質問時間の短縮を検討していることに野党側は一斉に反発していて徹底抗戦しますただ野党側も体制が十分整っているわけではありません 民進党の新代表は昨日決まったばかりで希望の党では国会議員の代表となる共同代表もまだ決まっていませんある希望の党の関係者は国会審議が長くなれば安全保障や憲法改正問題などで足並みが乱れて野党は波乱含みになると話しています新党ができて新たな構図となった野党同士がどこまで連携して政府与党と対峙できるかが課題となります